それでは知事に囲み取材を始めます。まずは府政に関するご質問をちょっとお受けいたします。すみません、読売新聞の山本です。コロナ関連で2点質問させてもらいます。先日オミクロン株の、新たな系統の BA.2 の10人の1位について大阪府で初めて感染事例ということで発表がありました。で、その後なんですけれども、こちらの、新たな系統について、まあ、何か新たに感染者が確認されたりとかですとか、何か動きがあれば教えていただけますでしょうか。現時点で新たに判明したというのはないです。また新たな動きがあれば報告をいたします。まあ、それは逐次報告になるのか、これはもう感染の状況を見極めるということですから、前の BA.2 の時にやってた通り、例えば水曜日に1回まとめてその報告をさせていただくのか、まあ、どちらかで対応させていただきたいと思います。分かりました。次2点目なんですけれども、コロナのワクチンについて、まあ、大阪市内でも4回目の接種が始まりました。で、今まあ、4回目接種をやりながらまた3回目の接種もやっていてですね、3回目の接種率だと見れば、ただ若い人たちの接種率っていうのが、まあ、半分超えたりとかっていう状況にはないと思います。この3回目と4回目を並行してやっていく部分について、まあ、何か課題に感じている部分などありましたら教えていただけますでしょうか。まあ、3回目接種まだの方、まあ、いつでもこれ予約可能ですから、接種をお願いをしたいと思います。でこれについてはいつでも接種可能で、しばらくこれはまあ3回目接種というのは続けていきます。で3回目接種と4回目接種についても並行してやっていくということになります。それほど大きな混乱は現時点では生じていないという状況です。まあ、並行して進めたいと思っています。4回目の接種も60歳以上高齢者の方ですから、これはリスクの高い方への接種ですので、そちらは希望も多いと思いますから、そちらの方もしっかりと進めていく必要があると思います。ワクチン接種はやはり、最終はもうその任意ですから、まあ、接種していただきたいと思いますけども、それ強制できるものも当然ありませんし、若い方の接種率が今から飛躍的に伸びるということにはならないんだろうなとは思ってますが、いろんな3回目接種の広報活動、周知活動というのは今も継続して、5月22日までだった強化期間も6月に入っても進めるということでやってますので、できるだけ広報周知はしていきたいと思います。ただまあそこは二重に重なってくる時期がこれから出てくる、今の段階では現に今の段階では何か大きなそこの支障が生じているということには、なってないです。大阪府においてもいずれ4回目接種のですね、その期間がやってきますから、5ヶ月の間隔を置いた方が対象者の方が出てきますので、大阪府でも大規模接種会場は設置する予定です。まだ詳細は決まっ、日にちは決まっていません。わかりました。ありがとうございます。でしょうか。日経新聞の宮手です。コロナ関係の質問です。有識者を招いた専門家会議についていつ頃に開くか、また内容が定まっていればお願いします。今週はこの議会の一般質疑がずっと続きますので、今週は無理です。この議会が明けた来週あたりには開催したいと思っています。話がありまして、物価高騰対策についての質問です。一部報道で大阪府が物価高騰対策で18歳以下の子どもにプリペイドカードを配るというものがあります。こちらについて決まっていることがあればお願いします。今日まあ、質疑があるいうふうにも聞いてますので、その場で、表明したいと思います。答弁をしたいと思います。はい、ございますでしょうか。UC テレビの方と申します。明日で大規模接種会場は大規模療養医療センターの閉鎖がございます。まあ、可能でいいとおよそ5ヶ月間となりますが、その総括について知事ありますか。はい、ここはデルタ株の
時にですね、若い方が自宅でどんどんお亡くなりになる肺炎症状が出て酸素不足になるということを防ぐための施設として設置を、いざという時のための施設として設置をいたしました。ただオミクロンにより株が流行り、そういう状況にはならなかったという状況です。この施設を、ある意味使う必要がなかった、使う必要が生じなかったということはフル回転するよりも、僕はそれも一つ、いざという時のための施設ですから、それが稼働をせずに、済んだということもまたこれはなかなか予測が困難なことですけれども、あくまでもいざという時のための若い方がどんどん肺炎になるのを防ぐ、そこで酸素不足になると命を守るという施設が稼働するような変異株はもう生まれなかったということだというふうに思っています。他にございますでしょうか。はい、どうぞ。大阪いらっしゃいキャンペーンについてとは、今日から予約が順次開始になると思うんですけども、改めてうちとして期待されるどういうところになりますでしょうか。はい、今ホテル事業あるいは観光事業、お土産屋さん、そしてそこで働く人たち、非常に厳しい状況になってますので、そういった方を支援していきたい、そう思います。そしてただこれ あくまでも安全に、できるだけ安全に行いたいと思ってますから、ワクチンの3回目接種あるいは陰性証明のどちらかを要件といたしますので、利用者の方はここの点についてはご理解とご協力をお願いしたいと思います。安全安心な対策を取りながら、この宿泊について楽しんでもらいたいと思いますし、非常に困っている事業者あるいはそこで働く人を支援したい、そう思います。近隣府県からの対象ということで、たくさんの方がいらっしゃることが予定されると思いますけれども、一方で奈良県については、こちら側からも、候補ではなかったと思うんですけれども、想定についてはいかがでしょうか。いや、これはもう奈良県自身の判断ですから、これは何か正解があるものでもないと思っています。なので、できるだけ近隣府県では使えるようにというのが私自身の考え方なので、そこに合意ができた近隣府県とはもう双方向でやりましょうということになりました。ただ奈良県さんについても、奈良県民の方が大阪で使う場合には合意をいただきましたので、そこについて、奈良県の方もぜひ大阪の宿泊を楽しんでもらえたらなと思います。ありがとうございます。ちょっと大阪の方が奈良県利用できないじゃないかっていうのは、これもともとそれぞれの都道府県の制度でもありますので、そこは府民の方もご理解をお願いしたい、そう思います。お答えございますでしょうか。それから先ほどの大規模センターの点、もう1点付け加えるんであればですね、やはりこのオミクロンになって若い方がどんどん肺炎になるという状況にはなくなりましたけれども、やっぱ高齢者の方は厳しい状況になりますので、高齢者の方のこの臨時医療センター、要介護度が高い方の臨時医療センターについては設置をしたいというふうに思っています。今準備を進めていますので、7月から開設予定です。ここでは要介護3以上の方も受け入れることができるという、臨時の高齢者の要介護度が高い方の臨時医療センターを設置をいたします。で、ここについても今の予測ですから、ひょっとしたらもうこのまま感染が収束してほとんど使うことがないかもしれません。そしたらまたこれは無駄じゃないかと言われるかもしれませんが、これもあくまでさらに感染がまた拡大して高齢者がどんどん厳しい状況になるというのを少しでも防ぎたいという思いでやってますので、今の時点から先のことまでは予測完全にはできませんので、これ批判はもう全部受けますけれども、ただ予測ができない中でいざという時のための施設を作るということも僕は大切なことだと思っています。なので今の時点からいくと、デルタ株のような若い方がどんどん肺炎化しない、でも今度は若い方がどんどん肺炎化したらおかしいじゃないかって、また結果から批判されるかも分かりませんが、それはもう受けます。ただ今の最新の試験でいくと、オミクロンは感染拡大が強くて、そしてとりわけ本当に介護度が高い方の高齢者の方が厳しい状況にあるというのが今の知見ですから、そういった方用の臨時医療センター、これは大規模でとまでは言わないですけれども、そういったものも費用をかけて設置をします。
ここも結果、それも無駄だったじゃないかと、あの後感染が収束して、もうコロナはほとんどなくなったじゃないかと言われるかもしれませんが、それでもやります。でそういうのをやらないというのであれば、もうこのコロナ自体をね、もうある意味、他の病気と同じようにして特別扱いしないという国の方針もしっかり出してもらいたいなというふうに思います。もうそうじゃない限りは、やはり二類相当なわけですから、まあ、できる限り、対策を取りたいと思います。で高齢者施設が、この例えば連携医療機関であったり、あるいは往診を受けれる、そういう体制整ってますかというのは、もうこれは大阪でも体制を作りながら、そして調査もしてます。でこれは全国的にも国で調査するということで、全国の票ももらってますけれども、それ見ても施設数だけで見ても、その厚労省を調べていくと、大阪府のやはり居住系の高齢者施設が全国で一番多いと、東京都よりも多いと、まあ、人口が 1.5 倍ぐらい東京とありますけれども、高齢者施設数だけで、居住系だけで見ると、大阪が3600で一番多いと、東京が3100ぐらいでした、ね、東京が3100で、大阪が3700ですから、まあ、そういった意味では、高齢者施設、居住系の施設、まあ、が明らかに全国で一番多いのが大阪にこう集中しているというところもあると思いますので、やはり高齢者を守るという観点からも、そういった臨時の病院に、その当然高齢者ケアの病床の今要請も当然してますけど、さらなる拡大要請してますが、大阪府でも独自に、そういった高齢者向けの臨時医療センターというのを設置をします。ただこれも、予想のもとにいざという時のための施設で作ります。なので、このままコロナが落ち着いて、もうほとんど何が起きないということにもしなれば、あまり使わない施設というふうに、また批判を受けるかもしれませんが、まあ、批判を受けてでもやろうと思います。ありがとうございます。ありがとうございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは本日、政務に関するご質問、ちょっと